皆さん、こんにちは。ドジャース、大谷翔平選手に超強力な守護神がつくのではないかと噂になっています。ジョニー・デップやレオナルド・ディカプリオの法律事務所が全面サポートするという話です。ドジャース、大谷翔平選手の専属通訳だった水原一平氏の違法賭博問題で、米スポーツ専門局、ESPN は21日、日本時間22日、大谷翔平選手が自分の口座から少なくとも450万ドル、約6億7950万円が送金されたことを含め一切の事実を知らなかったと報じました。また、大谷翔平選手は米俳優ジョニー・デップらセレブ界の守護神として知られるブレア・バーク氏らが設立した法律事務所の全面サポートを受けるとしています。水原一平氏がドジャースを解雇された違法賭博問題から一夜明け、衝撃の新事実が判明したとしています。 ESPN によると、開幕戦が行われた20日の試合後、ド軍のロッカールームに球団オーナーのマーク・ウォルター氏が登場しました。選手らを前に違法賭博問題が起きたことを報告したそうです。水原一平氏が私はギャンブル依存症だと謝罪する中、選手たちからは何が一大事なのかの声が飛ぶなど緊迫した状況でした。アンドルー・フリードマン編成本部長から水原一平氏の巨額の借金の肩代わりに大谷翔平選手の資産が使われたと説明されると、大谷翔平選手が驚いた様子を見せていたそうです。ド軍の別の通訳に詳細な内容を確認したそうです。そこで初めて水原一平氏には違法なブックメーカーに借金があり、自身の口座から送金されていた事実を知ったといいます。この事態を受け、大谷翔平選手サイドが動きを見せました。 ESPN によれば、大谷翔平選手の代理人が大規模窃盗として法執行機関に捜査を要請しました。 AP 通信は日本の国税局に相当する内国歳入庁が水原一平氏を捜査していると報じたのです。同じく捜査対象となったブックメーカーへの取材によると、かけたのは海外サッカーで野球ではなかったといいます。IRS の広報担当者は水原一平氏について捜査していることを認めています。米メディアは大リーグ機構によると、大谷は現在懲罰を受けていないと伝えていますが、大谷翔平選手が今後参考人として事情聴取を受ける可能性は否定できないとしています。そこで大谷翔平選手側が全面サポートを依頼したのが、ジョニー・デップやレオナルド・ディカプリオらが信頼を寄せるバーク・ブレトラー法律事務所でした。バーク氏は2010年、ディカプリオの顔面を瓶で殴りつけ大怪我をさせたとされる女性を相手にディカプリオの弁護を担当し、女性は有罪となりました。2016年にはデップと米女優アンバー・ハードの離婚裁判で、宣誓供述でハードを追及するためにデップ側から特別招聘された実績があります。ブレトラー氏は2021年、英国のアンドルー王子の性的暴行訴訟で弁護を担当し、和解させています。盟友だった大谷翔平選手と水原一平氏との間で裁判になる可能性も出てきました。そうなると全米が注目するセレブ裁判に発展することになる中、バーク・ブレトラ事務所は AP 通信に、大谷翔平が大規模窃盗の被害者であることを我々は知ったとの声明を発表しました。私たちはこの問題を当局に引き継ぐ予定だと事件化への強い姿勢を見せています。水原一平氏が起訴されるかどうかは数ヶ月以内で決まる、米放送関係者と言います。バーク・ブレトラ法律事務所はカリフォルニア州のウェストハリウッドに拠点を構えています。エンターテインメント業界でも名が知られ、尊敬を集めているブレア・バーク氏とアンドルー・ブレトラー氏の2人が2022年12月に設立しました。パートナーの両氏に加え、3人のアソシエートから構成されているそうです。ここで改めて大谷翔平選手について振り返っておきましょう。大谷翔平選手は1994年7月5日生まれ、岩手県水沢市の出身です。現在、MLB のロサンゼルスドジャースに所属しています。元社会人野球選手の父、大谷徹さんとバドミントン選手の母、佳代子さんとの間に次男として出生しました。兄はトヨタ自動車東日本硬式野球部所属の大谷隆太さんです。さらに姉が一人います。地元
奥州平泉にゆかりある源義経の初お飛びのイメージから翔と平泉の平を合わせて父トールさんが翔平と命名しました。バドミントンと水泳を習って基礎力を養い、後に始める野球で活躍することになります。大谷翔平選手が少年時代に憧れた野球選手は、打者では松井秀喜さん、投手ではダルビッシュ有さんだったといいます。自身が中学3年時に選抜大会決勝に進出した岩手県の花巻東高校のエース菊池雄星さんに憧れ、同校へ進学しました。日本一になる、日本人最速となる球速 160km 毎時を記録する、ドラフトで菊池雄星を超える8球団から1位指名を受ける選手になることを目標に掲げた高校時代に、自分の目標を達成するためのマンダラチャートを作成したことは有名です。プロ野球ドラフト会議前には NPB だけでなく MLB 球団からも注目され、本人は当初 MLB か NPB かは五分五分と語っていました。当初の会見では、日本のプロよりもメジャーリーグへの憧れが強く、マイナーからのスタートを覚悟の上でメジャーリーグに挑戦したいと語っていました。しかし北海道日本ハムファイターズ GM の山田雅夫氏が大谷翔平選手をドラフト会議で1位指名することを公表し、日本ハム監督の栗山英樹さんも、大谷君には本当に申し訳ないけれど指名をさせていただきますと話していました。最終的には紆余曲折あり日本ハムに入団することになります。その後の活躍は皆さんご存知の通りです。さて、違法賭博問題の件に話を戻します。3月19日の大谷翔平選手のコメントとして、何度か大金の送信をしました、遅れる最大限度額でしたと、水原一平氏の借金を肩代わりしたと米 ESPN が報道したのが最初の報道の内容でした。実はここからいくつかの変遷をたどっています。米連邦捜査局の捜査により、大谷翔平選手の口座から違法ブックメーカーへ資金が流出していることが判明しています。大谷翔平選手の弁護士の説明によると、水原一平氏が大谷翔平選手の口座から資金を盗み、賭博の借金返済に充てたというのです。米スポーツ専門局 ESPN は23日、取材内容をもとに今回の事件を時系列にして報じました。日本時間19日午前9時30分、大谷翔平選手サイドから雇われたばかりの危機管理担当広報は、大谷翔平は水原一平の借金を肩代わりした、大谷のバレロ代理人が問い詰めたところ、ようやく水原一平氏が口を割り、それが真実だと語った。大谷はバレロ代理人に水原の借金増加分の50万ドルを肩代わりしたと語ったと明かしました。さらに同広報によれば、大谷は何度か大金の送信をしました、遅れる最大限度額でしたと言ったとしています。同日午前10時5分、同広報は水原一平氏の借金について ESPN が情報収集した通り450万ドルだったと認めています。同日午前11時30分、大谷翔平選手の同広報の手配により ESPN が水原一平氏の90分に及ぶ電話インタビューを行いました。このインタビューで水原一平氏は、昨年に大谷に事情を話し賭博の借金を返済してもらった、もちろん彼はハッピーじゃなかった、手助けするけどもう二度としないようにと言われた、二人で大谷のパソコンから大谷の口座にログインしブックメーカーに送金した、1回50万ドルを8、9回、数ヶ月にわたって送信した、最後の送信は10月だったと思うと語っています。しかし20日午前0時32分、大谷翔平選手の同広報は一転して ESPN にインタビューを報道しないよう忠告し、一平は嘘をついていた、翔平は知らなかった、大谷と代理人のコミュニケーションは全て水原を通していたせいだと強調しました。同日午前3時、大谷翔平選手の弁護士が大谷翔平は巨額な窃盗の被害者であることが判明したと発表します。同日午前4時55分、ESPN は水原一平氏への2度目の電話インタビューを行います。水原一平氏は前日の発言を撤回し、前回のインタビューで自分は嘘をついた、大谷は自分のギャンブルや借金、その返済について何も知らなかったとコメントします。さらに
盗難や横領の件で告発されているのかとの質問には、その件についてはコメントしないように言われたとしました。そして誰から言われたかについてもコメントできないとしています。この後ドジャースが水原通訳の解雇を発表しました。この件については追って新たな情報が出てくることを待ちたいと思います。さて、開幕戦からすでに大活躍の大谷翔平選手でしたが、同じく注目されているのが妻で元プロバスケ選手の田中真美子さんです。すでに広告代理店が CM 出演交渉の打診を始めており、決まればギャラは最低でも1億5000万円で、上戸彩さんのほぼ2倍の額だと大手代理店の関係者は述べています。一方、放送界ではある契約書が密かに話題になっています。日本の大手法律事務所の関係者が打ち明けました。1年ほど前、事務所内で大谷翔平を相手とした契約書を目にしたのですが、その中身が婚前契約だったんです。一つの案件で双方から同じ弁護士事務所が依頼を受けてしまう利益相反を避けるため、うちでは同僚弁護士が抱えている仕事の概要を互いに確認できるようになっている、結婚発表前から署内はその話で持ちきりでしたとしています。真美子さんが所属チームを退団したのは昨年4月で、契約書が確認された時期とも重なります。しかも日本国内で1年間に結ばれる婚前契約は数十件に過ぎません。相手が大谷翔平となると、彼女が依頼したものである可能性が非常に高いとしています。いかがだったでしょうか。今回は違法賭博に関する大谷翔平選手の反応と結婚のことについて見てきました。史上唯一500本塁打、500盗塁を達成したバリー・ボンズをはじめ、巨額の年俸を手にする大リーガーには婚前契約を交わす選手が少なくないそうですが、一体どんな内容なのでしょうか。婚前契約に詳しい弁護士が分析しています。一般的な婚前契約では、家事の分担や生活費の負担割合など結婚生活でのルールを決めておきます。加えて離婚時の財産分与についても盛り込むことが多いそうです。アメリカでは離婚時にスポーツ選手の妻が受け取れるのは共有財産の2、3割が相場です。大谷夫妻の場合、約1000億円の契約金についても取り決めている可能性はあります。普通のスポーツ選手とは比べ物にならないくらいの巨額になるからです。幸せな2人に限ってそんな事態は起こらないでしょうが、万が一に備えることもトップアスリートの条件なのかもしれません。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。